いません。は、青木優子著のライト文芸シリーズ。集英社オレンジ文庫より2016年5月から刊行されている。イラスト担当は勇気。2020年5月時点でシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。経理部勤務の27歳 OL の主人公が各部署より持ち込まれる領収書から社内の疑惑や人間関係を洗い出し、 様々な問題を淡々と解決していく姿を恋模様も交えつつ描いた連作短編集。森子幸により漫画化され、クッキーに2017年11月から連載、また NHK 総合テレビ、ドラマ10にて、テレビドラマ化され2019年7月から放送。森若さな子は中堅の石鹸会社、天天コーポレーションの経理部員である。 経理部は、柴田部長、入社15年のベテラン拓竜太郎、入社5年の森若、広報課から移動してきた佐々木真由の4人。経理部は、営業部などに比べれば地味な部署ではあるが、それでも経理に変わる、様々な難題が降りかかる。森若の好きな言葉は、いい文、ザウの名は、ウサギを追うな、趣味は一人で映画を見ること。20代後半ながら、 部長の信任も厚く、マイペースで、経理の重要な仕事をきっちりこなす。プライベートでは、会社の人間とは深く付き合わない主義で、同期の鏡水木以外とは、食事にも行こうとしない。天天コーポレーションには、様々な社員がいる。県営の中の営業部長と経理部長、会社の広告等の広報部員、特殊枠に乗じる秘書、女子社員の間の反目、悪気なく、 問題を起こしてしまう、契約社員、公費者に正論を唱える、中途入社社員など、経理部員は持ち込まれる、領収書にある問題の目を探り当て解決していかねば、ならない。そんな中、年下の営業部員で明るくて、調子の良い山田太陽が森若に惹かれてアプローチ、してくるようになり、森若はペースを乱されて困惑しながらも、とうとう一緒に食事に行くことを承諾する。 物語は、天天コーポレーションの社内の人間模様と、森若、山田の中の進展の二つを軸にして、ゆっくり進行していく。NHK 総合、ドラマ12て2019年7月26日から9月27日まで放送された。主演は、食べみかこ。また、NHKBS4K にて2019年7月24日から9月25日まで、 水曜日の19時から19時50分に先行放送された。なお、4景版は年末年始にも2019年12月30日から2020年1月3日午前9時30分から11時9分に一挙再放送された。第7話は年始の再放送が地震情報のため中断したため、 2020年1月18日午前2時40分から3時29分の日時で改めて再放送された。なお、2020年1月16日に NHK ドラマのツイッターで第7話の再放送のお知らせがされた。好評だったこともあって続編も計画されていたが、諸事情でスケジュールが合わず、食べが降板、制作が中止となった。 点々コーポレーションゲスト複数回登場の場合は、括弧、ないに表記。ありがとうございます。